S C. S. おの皆様、こんにちは、神谷宗平です。本日もじっくり学ぼう日本経済をお送りしていきたいと思います。講師は長野さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんかじっくり学ぼうというか、じっくり考えよう日本経済みたいになってますけども、<laughs> はい。まあ、前回は仮想通貨についてお聞きしましたが、まあ、今回のシリーズですね。一番最初にもあったように、まあ、そもそもお金とかってなんだろうかと。 でお金はどういうふうに使えばいいだろうかみたいなところから話のあれがあったと思うんですけど、まあ、4回にわたってお金の、ね、仕組みとか仮想通貨のこととか信用のこと,とを聞いてきてですね、まあ、今日はあその全体のままとととめとしてお話をいいいたただきたいと思います。はいはいまあ、今回最初の回で申し上げたその一遇を照らすということでお金という角度から見た、まあ、私なりの日銀今,今は弁護士なんですが勤めてきたその一遇っていうことはやっぱ信用ということであると。 信用を支えるいろんな、えー、技術とか制度とかシステムとか、はい、そういうもので成り立っているんで,、うん、でそれは時代時代によって変わってきているし、はい、未来もやっぱりその,そ,のその普遍の真実で信用を支えているのは何なのかっていうことを考えるっていうことが大事だと申し上げたんですけども、うんうん、まあそういうことが結局一部を照らしているということで、はい、だと思うんですが。 今日最後にちょっと話を申し上げたいのは、まあ、お金の未来を考えても信用が大事だということなんですけども、うん、まあどういう社会が来るのか、うん、そういう社会の中でどう一遇を照らしていくのかということを最後に申し上げたいと思うんですけども,、はい、もやっぱり一番大事なのはこのなんていうか人口のグラフでして、はい、まあこれ明治から150年たったわけですけど、はい、まあ人口が大体いい3000そうですね 5年に3481万人から大体4倍近くになって、はいうん、でこれは国立人口問題研究所が公に出している統計なんですけども、はい、まあ,あと150年経てば、うん、もう皆さんまあ150年生きる人はまあいないわけではありますけどもあとそうですね皆さんのお孫さんぐらいのぐらいになってくるとまた人口がこのままいくと4000万人とかに、はいえまあこのままいくかどうかは分かりませんが、はい。 でそれっていうのはもう今、あちらこちらにこの現象っていうのは起こっているのでま,、ねうん、まあ司馬太郎さんじゃないと、はいう坂の上の雲をこれから坂の下とは言いませんが、はい、もう西欧列強に追いつけ追い越せ時代はとうに終わり、はい、まあその仮想通貨だって日本が今、メッカですから一番取引量多いんで、はいうん、日本が世界の先頭に立っているわけですね。はい しかも人口がこんなに急激に減るフランスもかなり減ったんですが200年かかってゆっくり減りましたからこれほど急激に減っていくという国は日本がこれから来てその後20年後でアジアの各国が追随してくるという時代なんでやっぱり日本が世界の中でもうこれにどう処していくかはみんな見てるわけで我々日本人としては GDP だけじゃなくて一人一人の,この豊かな 暮らしをど,どうやって維持していくのか、はい、そこに一遇を照らしながらししそん孫孫伝えていかないとやっぱご先祖様に申し訳ないわけですね。うんはい、でその時にあの一番考えておく構造の変化は人が減っていくということで、うん、まあ新聞の社会面見てもそれに伴ういろんな問題、はい、もう田舎の空いてる冬季未冬季放置土地、はい、人口が減る、はい、逆に言うと外国の人が合法不法含めて、うんはい、いっぱい入ってくる日本、はい、社会どんどん国際化していく。 そこに伴ういろんな問題とか、はい、もう空き家の商店街が増えてるとか、うん、もうことごとくこういう問題で起きてくると、はい、そこを知恵と、うん、それからまあ志でなりきっていかなきゃいけない時に、はい、私も含めて皆様方も含めて、うん、え老若男女を問わず一軍を照らしながら頑張っていかなきゃいけないっていう、はい、これが通想提案としてはあるわけで。はい えしかも外国人とも共生していくという、はい、ある程度の社会になっていくわけですね。うん、でそうするときに一軍を照らすという観点からどういうことを考えていくかっていうと、はい、まあちょっと私の考えてることを申し上げると思うんですけど、うん、やっぱりあのなんていうんですかね、えー、お金の話でもそうですけどまず目先意味のないことは起こらないんで、うん、今起こってる現象を平らかに、まあまあ、平常心といいますか。はい やっぱりしっかりどういうことが起こっているのかなということを冷静に受け止めてあんまり人がの儲かるとか儲からないということにあんまり不は雷道もせずこれ一体どういう意味なんだろうかと分からなければこういうネットの講座でも大学でもいいし知ってる友達でもいいですからどういうことなんだとテレビの番組でもいいでしょういろんな学びのチャンスがあってでも最後は自分の頭でこれはどういうことなんだろうかと。 儲かるってどう,どういう仕組みでっていうそういうことを何でも慎重にすればいいわけじゃなくて、はい、リスクも取らなきゃいけないと思うんですけど意味を考えて行動することで、えー、なんか悪いことも良いことにしていけるっていう私は思うんですね。はいうん、ということは好きなこといや無理がないことを目先のことできちっと考えていくっていう態度がやっぱりいい長い目で見て残っていくことにつながる。 いや別にそ,のそういうプロセスを楽しめるようになると一番いいんでありまして、うんはい、でその時の心がけとしては「俺が変えてやろうもいいんですが変えさせていただきましょう」という立場で考えていく、うん、それが一部を照らすタイトル。 別にそれこれこ何の役に立つんだろうと思うんですけど、うん、社会の必ずそういう分野に何かつながっているところがある、うん、数学が好きな子であればコンピューターでもいいしそういうシステムだけじゃありませんが、はい、いろんなまあロボットでもいいでしょう、うん、これからロボット非常に人手不足で重要になります、はい、だからそういうことも含めて数学の知識はすごくいるしで契約とか法律の知識もそういうところで、まあ、ビッグデータとかプライバシーとか契約どうするんだとか。はい もうその人口が減る社会っていうのは今までとは違う形で社会のあり方の制度を変えていかなきゃいけない時期、はいうん、本来、政治もっと動いてほしいなと思うんですけども行政官たちを、はい、友達も多いんですが、うん、まあできないですよね、はい、思い切ったことができない、うん、で社会でこういうことが起こってるねって分かってるんだけど、はい、法律でできない憲法でできないみたいな。 法律や憲法も道具ですから、お金も道具ですから、貧団社会がどうあるかということが大事なのであって、うんうん、だからちょっとここまで言うと踏み込むかも、いやどんどん踏み込みすぎかう。わか,からないんですけど、憲法改正が大事なんじゃないですか。はい、安全保障をどうするかが大事なんですよ。はい、安全保障をどうしたいから救助をどうしたいかという話なんであって、救助、はいうんうん、だけを変えても何も意味がない <laughs> どういう安全保障どういう国をするかを考える、はい、どういうお金を経済社会を作りたいから仮想通貨のいい悪いも仕分けていく必要があるのか規制するのかしないのか,、はいはい、か中国や韓国のように一律規制するっていうのはまあ言っちゃ悪いけどあんまり考えのないやり方で臭いものには蓋しとけばなくなるのか、はい、それは絶対なくならないんですね、はい、必要であれば。はいでも 病理的な世界は何だろうか、うん、そういうことを考えることが先進国である証しじゃないですかそういう先進国に生きてるんだっていうことをですね、うんえー、自覚しかも高齢化する先進国に生きてる、はい、でそれを本質は何なのかというのを突き詰めてやる態度は私も55ですけど私はお金でやってきました、はい、でも皆さんは皆さんの専門でやってほしい、うん、でそういうことでまたここへその先生になって出てくれば若者に教育ができる、はいうん、そういう循環をしてほしいっていうことなんですね。はい だからなんから、一つ得意分野を見つけてくださいというのが、ねうん、そう考えると僕らよく言うんですけど、はい、今の日本の教育はなかなか不都合だなと僕は思っていてなかなか得意分野にいろいろやれないというか<ー>自分の好きな分野でなかなかできなくて平均的な力を求められるので、はい、ちょっとその辺がやっぱり僕は不都合だなとは思ったりもしますしあとはやっぱりみんな考えてないですね。うん、考えてないですね。だから僕らこの、僕 ね、ブラランドストラテジー、これは日本の大戦略を考えましょうっていうことなんですけど,ど,ど,どまずこれは別に政治家がどうこうじゃなくてみんなでこれからどうするのかっていう世界の競争の中でどういうふうに生き残るとで僕なんかは人口減ることは決して悪いことばっかりじゃなくて地球にとっては非常にいいんですよ。だって今地球1.7 5分の資源とかを使ってどんどん地球をですね、まあ、ダメにしながら人類が増えていてるのでるだから 本当に、まあ、いきなり減るさっきのグラフみたいに急に減るのは確かに問題急に減るでもグラフがやっぱり急,急じゃないですかもうちょっとこの減り方をなだらかにしながら、うんね、僕は減る社会で全然いいとは思ってるそう,そう。で減ること前提にどうやっていくの、はい、という中で僕なんか反対してるのは減るのを防ぐために外国人を入れようっていうのは、はい、ちょっと待てというふうに思うわけですよが 例えばお店とかかでで足りななないい。らって言ってて言入れるそれる、そほど単純な話じゃないです。ないです日本人がそういうふうにグローバルな人たちと共存する覚悟ができなければ、うん、悪いやつもいっぱい入ってくるわけですね。そうだし別にグローバルな共存なんか日本でする必要はないんですよ、うん、僕には日本は日本というエキゾティックな国であった方が世界の多様性が守れるんですよ。だってもうすでにもうグローバルな例えばもう人種のルツボになっている国は山ほどあるんですね。 ででも日日本本みたいいなな国は日本しかないんですよ。世界に唯一の国だから、うん、類似性がないんですよ。これはもうサミュエル・ハンチントとかも言ってるじゃないですか。わざわざそんな得意性の、ね、ガラパゴスみたいにいい国をですね、わざわざグローバルにする必要は全くなくてあこういう国も世界にあんだなすごいなというような独自性を守ればいいんであって別にグローでもそれが世界の多様化を生み多様の方が人類は生き残るんですよ。だから全部一緒だったら一緒の時滅んじゃうから。 だからやっぱりこう生物の製造の理論で考えても日本は日本で残す必要があるんだけどそれを日本の人たちは考えてないからだから多分グローバルの波にこれからどんどん僕は飲まれていくと思います。うん、<No. S 1> このまま行くと。 なんか合法違法を含めてどんどん人が入ってすよ、ね。入りますね。えー、うん、で、結局それは全部みんながお金の奴隷になっちゃったから。うん、今日経済合理性だけを考えてるんですよ。はい、人手がない、で、売り上げ上がらない、はい、だからもっと作らないといけない。はい、でも日本はもう物も情報も溢れすぎてて、供給過多なんですよ。うん、だから絞ればいいんですよ。物がないよねとか、サービスがちょっと足りないよねと。いや、じゃあ足りないものをみんなで、もう欲しがるから、インフレになるわけでしょうん、こんな供給過多してたらですね、どん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 日本人が。 あの貧しくななるじゃないですか結局ねそのことはね、まあ、私も同感する部分が多いんですが、はい、あの同感しない部分も若干あるんですが、はいまあ、同感する部分でいうと、うん、結局あの自分の生き方や生活をもう一回あのあ自分の生き方とか生活を一人一人が突き詰めてみる、はいえー、そんなことを年がら年中考えろと言ってるわけじゃなくて折、うん、に触れて本質は何なんだろうかと仮想通貨なんかとてもいい例で、はい、新しいものが来た時にこれは何なんだろうかと考える。<laughs> ヒントがそこに過去を振り返りながら考えるっていうことが大事で神谷さんの意見、私の意見、それはそれぞれ皆さんの意見は合う合わないはあるんでしょうけど、はい、考えてないっていうことが一番よくなるですね,ですねだから本当になぜなんですよね、はい、なぜなのか、何のために生きるのか、うん、どういう志を持って生きるのかっていうことを、はいはい、僕は子どもたちに考えてもらいたい、はい、そういう教育をしないと、はい、結局このお金の問題でも、はい、日本はやっぱり、はい 先進国としていい豊かな社会は維持できないと思いますね、うん。みんなが単なるお金の奴隷になっちゃったら。うん、だから、まあ、この講座5回お話申し上げたいんですけど、はい、やっぱりお金の問題は所詮道具だと思っていた方が、うん、所詮道具だがたかが道具ですがなくては暮らせません。はい、そうです,ですからあのそのためには人の役にどう立ちどういう暮らしを。 自分はする、はい、そして周りの人、まあ、まずは家族それから周りの人お友達それから自分のサークル会社学校そういう人たちの幸せで,で、まあ、今日本人であれからには日本国、うん、このことを考えながらあの行くっていうことで、はい、あのやって一遇を照らしてもらえばね、はい、お金っていうのはあんまりお金お金と思うと本当の意味で。あの えー、人生を誤るし、日本全体のためにもならない。そうですね。はい、ですから、あの、私、あの、相場に一喜十憂するっていうことが全員が悪いとも思わないんですが。そればっかりやってるっていうのは、うん、やっぱり世の中のためになっとらん,んですよね、うん。なってないですね。はい、うん、だから、あの、汗して働くことっであ、汗のかき方はいろいろ人々一部照らせばいいんですけど。はい そういういことの自分の今ちょっと先の自分の手の先の届くところで長い目で見てこれどうなのかなっていう考える習慣っていうものをとても大事で,、うん、で教育ってまあ確かにあの子どもの教育の問題もあるんですがその大人になってからでも、はい、まあ同じだろうなと思うんで,、うん、でそれにはやっぱりいろんな場に出てえ本もいいでしょうテレビもこういうネットもいいでしょうしいろんな人と話したりえ非常にいろいろあのそういう意味で。 自分の考えを持っていくっていうことをですね、もっとしないとでしかもそれが世界の最先端に立ってるんですっていう意識とてもですねあの世界中の人から日本人は見られてると思います、うん、今でねある意味本当に世界で一番信用されてる国民だとは僕は思ってるそうですかね、はい、そう世界中歩かれてます、うん、僕は、うん、平均的にいろ色考えて、まあ日本人は信用は思いますただ、うん 過大な信用で、はい、言うほど日本人はも正直じゃないし、ね、勤勉じゃなくなってしまってると、えーうね、いうことをやっぱり親日の国とか行くとね、はい、やっぱり彼はすごい日本のことがいいとか日本はこうだろうって言ってくれるんだけど<ー>いやいや残念ながら俺レオ詐欺もあるし幼児、はいね、を誘拐してね殺しちゃう人もいるし、はい、もうあんたの国では信じられないような犯罪が起きてるんですよとう言うとあのびっくりすることもあるんですけど。<ー> これだかららね、僕らじゃないんですよ。先輩方が積み上げてきた信用の上に僕らあぐらをかいてる部分があって、うん、だから僕らは自分らの世代で信用を作り出さないとそれはお金を作り出してないんだと僕はイコールだと思っていて日本が先進国になれたのは先輩方が信用をね積み重ねてきてくれたから僕らはいい暮らしが遅れたんだと思うんですね。で今どんどん右肩下がりになっていくのは僕らがそれを築いてないからダメだと思っていてそれは政治の力であり教育の力であり一人一人が なおさんおっしゃった、こう考える一号テすスということを、やってこなかったからじゃないかなと。そうですね。あの、最後に、うちの、というか商品、<laughs> 商人だった、この。やっぱりこの福沢諭吉先生も。はい、この前の一万円って、実は聖徳大使だったんですが。うん、ちゃんと、やっぱり国の変革期にあって、はい、国の未来を考えた人なんです,そうですね。 聴徳大使しかり、り、はい、ここはあれ人工高じゃない竹内のうちの宿が乗った、はい、時もあったんですけどやっぱりだからお金ってやっぱり国家、うん、のこれが腐るっていうのは土台が腐ることなんで、うん、やっぱりあの、そういうふうな。 日本人立派な先達もいたし、はい、ま一人一人、そういう可能性がある方ばっかり見ていただいていると思うんですけど、はい、そういうふうにまあ一緒に、ねうん、我々、私も自分の今度は仕事は弁護士に変わりましたけど、まあ、法律制度というところで今だってさっき言った憲法も社会の実態に合わない法律どんどん出てきてますから。はい 実態に合わせて法律も一種の道具だと思います,道具で,す、ね、ですからどういう社会かのコンセンサスをつけていくということが大事、うんはい、でまずそれができなければ法律だけ変えてもほとんど意味はないんですと、うん、いうことをまあ最後に申し上げてはい。はいはい ありがとうございました。まあ、ちょっと僕も今回まとめて喋りすぎちゃいましたけどでもね本当に一遇を照らすということは僕も大好きなので、はい、ぜひそういう思いでねなんかこう皆さんがそういうことを考えるきっかけになってもらったらかかったなちょっとあの偉そうに申しましたがぜひまた引き続きどっかでお目にかかろうと思います。